合計するとたった 17.5 円でできてしまうと。今回は節約をテーマにお風呂掃除をやっていきます。どうやって節約をするのかと言いますと、洗剤を自作しますということで、洗剤を作るところから始めていきます。こちらの桶に食器洗剤のジョイを 20g 入れております。そこにお湯を入れていきます。かなり厚めのお湯です。60度以上あると思います。次にセスキ炭酸ソーダを 5g 入れます。そしてかき混ぜます。セスキが溶けたら完成ですね。ジョイが 20g、 セスキ炭酸ソーダが 5g、 お湯が 375g ですね。合計 400g です。溶けたようですので掃除の方をしていきます。バスブラシのバスボンクですね、そこに先ほど作った洗剤をつけまして洗っていきます。結構泡立ちいいですね。今回桶に作りましたが、節約ということを考えるとスプレーボトルに作った方がよりお得になると思います、はい、気になるのがどのぐらいの値段で作れるのかというところだと思いますけれども、ジョイの価格が逆さボトルのタイプで 290ml 入ってるんですけれども、大体200円ぐらいですよね。 20g 今回使いましたので 13.8 円になります。使ったセスキ炭酸ソーダはセスキの激落ちくんでして、 500g で350円ぐらいするんですよ。今回使った量が 5g ですから 3.5 円ぐらいということになりまして、合計するとたった 17.5 円でできてしまうと。お湯の代金まで含まないということであれば18円弱ぐらいでできてしまうということですから、かなりお得感がありますよね。なのでスプレーボトルに作っていただければ1回きりじゃなくて何度も使えますので、さらにお得ということになります。エプロンも忘れずしっかり洗いまして、あとバスタブですね。洗浄力重視ということですと生き物汚れが結構あって、普通の洗剤ではなかなか落とすことができないということであれば、ハイターを使って作ると非常に汚れ落ちが良くなりますし、当然自作洗剤ですのでコスパも十分いいですね。あとはシャワーで流すだけですね。それでは取水でいきます。どうもありがとうございました。